こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にトレーニングしていきましょう。今日は綺麗な背中を作るトレーニングを行います。背中がどうしてもだんだんこう丸くなってきて、この丸くなるとここにお肉も乗ってくるし、なんか見たところがちょっとね、腰が上に見られてしまって悲しいので、きちんとね、胸と背中の筋肉がピッとまっすぐになっている状態が若々しく見えますので、背中のトレーニングを行っていきます。いろんなトレーニングがありますけど、今日は物がないという想定で自分の体だけでやっていきたいと思います。では左の足を前に出してもらって、ここは補助をしていただく、体を姿勢を作るためにこの姿勢になったと思ってください。でやるのは最初右手、フリーな右手の背中をやっていきますので、最初ブラ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 してみてください。肩が痛いかどうか確認します。はい、そしたらこの状態から手を前、そしてずっと前に持ってきます。そして上にずっと持ってきます。どこまで上がるかなっていうの、肩がこう上がらないように背中から上げていけるかどうかを見てください。はいです。今度は横に開いてください。横に開きます。はい、前、下、横、前、下というふうに今肩を動かしていますけど、腕というのは肩から動いているわけではなくて、この肩甲骨のところから動いています。今こうやって肩を動かしてくださいねってしたときに、こういうところが、ここが動いているっていうのを確認をしてください。で前、ここに紐があるとします。紐を握ります。握った紐をウエストまで引っ張ってきます。この時に腕で引っ張ってくるんですが、ここに効いてきます。背中に効く、背中に効くように引っ張ってきます。ゆっゆっ、効いているのは今ここになりますね。引っ張る引っ張る引っ張る、で引っ張ったら止まってください。止まったらこの肘から先だけを後ろに押します。これ二の腕に効いてきますけど、二の腕ってここですね。二の腕、背中引っ張った状態で二の腕をぎゅーっと締めてもらうと、二の腕と背中、ここつながってます。背中と二の腕はつながっているので、二の腕がたるんでくると背中もたるんできます。二の腕と背中と両方ぐーっとトレーニングします。ここでねじります。痛いですよこれ、キュッキュッキュッ、痛いですよこれ。はい、戻してもらいます。こんな感じで反対も行ってくださいね。反対の手も可動域をちょっと調べておいてもらって、肩痛くないかどうか調べてください。はい、それでは紐を持ちます。引っ張ってきます。今度はこっちですね。引っ張る引っ張る引っ張る、4、5、6、7、8、引っ張って肩甲骨を締めた状態からプッシュします。二の腕です。二の腕でプッシュして、だんだんこの二の腕がねたるんできて、後ろ側にね脂肪がついてきちゃうんですよね。で二の腕と背中は連動していますので、あと胸と連動していますので、綺麗な胸、綺麗な背中をこの二の腕をしっかり締めると背中も綺麗になってきます。一緒に背中と二の腕とやってみてください。ブラブラブラ、さらに肩も、今やったのここ痛いですので、ね、明日多分痛くなりますけど、これでしっかりとほぐしてみてくださいね。でこの時もしっかりと肩甲骨を意識をしてもらうといいかなと思います。